はい、実はスライド端末、はい、で先ほどご案内しました通り、胴体の背面、さらには前面全体にですね、メタル素材を使っています。はい、なので先ほどのコンセプトの通り、非常に高級感があってスタイリッシュなモデルという形になります。でまず先ほどご紹介しました、では、ここの DSP マジックタッチといいます。これをちょっとご紹介します。今音楽のですね、右側のランチャーを押しまして音楽を、起動したんですけれど、このように音楽を起動するとその時に合わせた、アイコンが表示されます。ここのですね、右上と左上はこのサイドのですね、ソフトキーになっております。ちょっとカメラを起動してみますね。はい、で実はカメラも500万画素、顔認識であったり、テーブル補正があります。でこのようにですね、カメラの場合、非常に特徴的な、やっぱり機能があると思います。露出補正であったりとか、マクロであったりとか、そういった時にここがですね、割り当てがされるようになっています。